コールビーから、さあ安岡、安岡のスリーだ、入ったー。今日も流れ来てますね、そのまま持続してるという感じで、まあいい、感じのシュートタッチ。ベースラインから杉浦スリーポイント、こちらもスリーのお返しです。杉浦選手もスリーポイント得意ですからね。安岡決めた。いや決めた後のですね、広げて阿部、これもカットした、また安岡落ち着いて決めた。そしてバスケットカウントワンスロー。前節は京都に84失点とかなり差を分けられましたが、ここはまた安岡、全得点。あ、これは今日は止められないかもしれないですね。もう10得点です。さあ山下、ゴール下が空いている。ここはウィリアムスギカー、ここショーを見せてバウンドパスは通らない。ブルックスが一人で守って一人で攻める、決めました。これで島根逆転。今度は秋田がタイムアウト、はい。まあ、シュートになかなかこういけないような状況で、今プレーしてますので、まあ、そこら辺は一人一人のもう少し、スクリーンとかですね。大村、裏を取りました。しかし最初のオフェンス阻みました秋田。安岡から早い展開、大村も打った、決めた。いや、いいタイミングですね、はい、大村です。コールビーはスクリーンをかけずに中へ、お、決めました、カーター。そしてファールの笛。島根としては前半は一桁で食らいついていたんですが、そうですね、ここは杉浦返しました。ここもいい、シュートですね。もう一度組み立て直す、ローポストを狙いますが、今度は島根が奪った。いや、デイビスだ。伊藤、古川のスリー入りました。後半は古川、伊藤からゴールした、決めきった。コールビー選手、今、うまかったですね。細谷、落ち着けて、細谷はスリーポイント、あ、打った、決める。細谷、これで決めきれず、試合終了、88対76、秋田、ホームで勝利、これでクラブ B1 最多タイ4連勝達成。